初代キングストンイコールアポンイコール春、公爵エブリン・ピアポントは、グレートブリテン王国の政治家。ピアポントは1690年に、第5代キングストンイコールアポンイコール春伯爵を継ぐまで、イーストレットフォード議会選挙区の議会議員を務めていた。その後スコットランド王国との合同条約交渉におけるイングランド代表の一人を務め、 1706年にドーチェスター公爵に列せられ、貴族院の運営を担った。数密顧問官を経て1715年に、キングストンイコールアポニコールハル公爵となり、タウンゼンド支社内閣から、ウォルポールタウンゼンド内閣まで4内閣にわたって、王子少将、を第二次、スタンホープサンダーランド内閣では、数密院議長を務めている。彼は当時オシャレな人物として知られていた。 ピアポントの最初の妻は、第三代、デンビー伯爵ウィリアム・フィールディングの娘、メアリー・フィールディングであった。彼は、生涯二度結婚しており、五人の娘と一人の息子を設けている。ピレポント、イブリン、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、ロンドン、スミス、エルダー &CEO、1885900、イブリン・ピレポント、ファースト・デューク・オブ・キングストン・ア・ボイハル、 アットスペシャルコレクションズオブザ・ユニバーシティ・オブ・ノッティンガム。ノッティンガム ACUK2012 年1月28日閲覧。ウィリアム・ピレポント、アール・オブ・キングストンやポンハル。アットスペシャルコレクションズオブザ・ユニバーシティ・オブ・ノッティンガム。ノッティンガム ACUK2012 年1月28日閲覧。ありがとうございます。